弥生、焼き加減これくらいでどうかな。え、もうちょっと焼いた方がいいの？そうなんだ。でもこれ今でもすっごく美味しそうだけど。イエーイ、みんな今日は私たちのお花見ライブに来てくれてありがとう。ほらほら、もっとテンションを上げてこう。今日は私たちと一緒に歌って踊って思いっきり盛り上がっていこうね。プロデューサー、お疲れ様。今ちょっといい？あのさ、お腹空いてない？私差し入れ作ってきたんだ。うん、女の子っぽいお菓子とかじゃないけどね。はい、あげる。おにぎりともやしの肉巻き。この間のお花見イベントで弥生にお肉の焼き方教わったでしょ。他の肉料理もなんか作ってみたいなって言ったらレシピを教えてもらったんだ。こうするとお肉でもちょっとヘルシーでしょ。ボリュームもあるし。よかった、遠慮しないでいっぱい食べてね。食べ終わったら感想も聞かせてよ。次の参考にするから。え、私も？でもそれプロデューサーへの差し入れだし。お腹鳴っちゃった。それじゃあお言葉に甘えちゃおっかな。うん、でも目の前で料理の感想を聞くのってなんかちょっとドキドキするよね。